コントローラーを USB ケーブルで本体に接続して PS ボタンを押してください。システムソフトウェアをアップデート、ディスクドライブをアップデート中。 33% PS5 でディスクドライブが使えるようになりました。お、ゲームディスクを挿入。お持ちのゲームディスクを挿入してください。リレークシングエンド。サインイン。プレイステーション5へようこそ。アストロズプレイルーム。リレークシングエンドさんのホーム。ストレージ。パノラマコトン。